ークが始まりました、どう生きていけばよいでしょうか、というご質問。その方おいくつ？60代女性の方です。60代だったらまだ多いなんて、そう考えない方がいいんじゃないですか。人間はね、生まれた時その瞬間からね、老いに向かって生きていくんですよね。いつまで経ってもね、老いないっていうのはそれはおかしいんだよね。この方なんかちょっとおかしいんだよね。申し訳ございません。人間は老いるために生きてるんですからね。そして最後は死ぬために生きてるんですからね。そういうことはね、やっぱりね、あるところでも覚悟した方がいいですね。だから私のようにね、そのね、甘さになるとは言いませんよ。なったってね、なったって甘さになったって老いるんですからね、死ぬんですからね。これはね、本当の年寄りね、必ずなるのね。だからね、自分だけがね、年寄りにならないっておかしいのよ。こういう人はおかしい人なのよね。